AC ジャパンはこの活動を支援しています。ニュースを続けます。株と円の動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は昨日より45銭円安ドル高の1ドル147円36銭から38銭で大方の取引を終えました。一方、今日の東京株式市場では円安が追い風となり、輸出関連株などに買い注文が集まりました。日経平均株価は昨日より204円ほど高い23,241円2銭で今日の取引を終え、終値としておよそ1ヶ月ぶりに3万3000円台を回復しました。で、今年4月、和歌山市の漁港で岸田総理の演説会場に爆発物を投げ込み、演説を妨害したなどの疑いで逮捕されていた木村隆二容疑者24歳について、和歌山地検は殺人未遂や火薬類取締法違反などの罪で起訴しました。木村被告は今月1日に刑事責任能力の有無を調べる